はい、どうもこんにちは。姿勢を直すタップダンスインストラクターの笹々です。新年度2024年度、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新年度ということもあって、新しいことね、トライされるっていう風な方もいらっしゃるかなっていう風に思うんですけど、新年度だからっていうわけではないんですけれども、ちょっとかねてからいいな、やってみたいなっていうふうに思ってたものに、いよいよ挑戦してみようかなっていうふうに思っています。何かというとですね、もちろんタップダンス関係なんですけれども、もうすでにこちらに映っているんですけれども、タップシューズをもともと持ってたシューズを新しく加工してもらいました。で、それをちょっといろいろ使ってみたいなっていう風な感じで思っています。ちょっとね、憧れはあったんですけれども、すごく自分の中でハードルをめちゃくちゃ上げてたので、今日ちょっともう早速やってみようと思うんですけど、めちゃくちゃドキドキしてます。はい。で、こちらですね、ベースメントさんからいただきまして、ちょっと磨き直してもらったりとかしたんですけれども、靴自体が変わってるわけで、ほんのり新品のいい香りみたいな感じがする。なんつうんだろう、靴積みの匂いかな、磨いてもらった匂いですね。はい。もうね、この辺とか剥けてるので、もうすでに持ってるやつではあるんですけれども、何かっていうとですね、今ちょこっとね音がしたんですよ。何かっていうと、分かる人は分かるかな、タップスの付け方をルースの加工にしてもらいました。なので聞こえるかな、ちょっと緩まってるような感じ、緩めて使う用の付け方をしてもらったという風な感じですね。ちょっとね、使ったことがないし、使ってみようって思ったのは、本当に思ってても実際に行動に移そうって思ったのが本当に直近だったんで、何の下調べもなくやってみたいですって、でも直接言いに行ったっていう風な感じなので、これからどうやって使っていこうかなっていう風な感じです。で、ちなみに、わ、もうすごい、こんな、さっきレッスンで使ってたタップシューズ、ビルドアップは、ちょっとしてるんですけれども、基本的には普通の密着付けで、くっつけてもらってるタップシューズ、これとちょっと音叩いてみようかな、床叩いてみる。まず普通のタップシューズ、こんな感じか。今ボールとヒールそれぞれやったんですけど、ルース加工の方ね、だいぶ音の雰囲気が違う。ちょっとなんかもうテンション上がるねやばいですね。僕なんかが使っていいのかって思うような加工の仕方なんですけど、ちょっと早速履いてみたい。これでなんかね、ちょっといろいろ踏んでみたいなっていうふうに思ってるので、よっこらしょっと、ああもう鳴ってる。で、どれくらいのネジの締め具合がいいものですかっていうふうなこととかも聞いてみたんですけど、答えないです。好みによってネジの締め具合とかを選んでくださいっていうふうな感じで言われたので、ちょっとね、その辺探してるところもちょっと動画にしてみるのも面白いかもなっていうふうに思ってます。まず完全に締めてる状態だったりとか、ちょっとずつ緩めていって、どんな音になってるかとかっていうふうなの、ちょっと靴紐も結んで、じゃあ画面切り替えます。はい、聞こえますでしょうか。画面切り替わりました。ね、すごいね、歩くだけで音がなんかねちょっと違うんですよ、いつもと。わかるかな、普通の
シューズ履いてる動画とか、まあ、最近もあの動画アップロードしたりとかしてるのでそっち見ていただければと思うんですけど、はあ、基本ステップちょっとやってみようかな。シャークルステップ、うわちょっと不安定かも。ふわふわする。うん。あ、スタンプでも結構いい音しますね。あんまりガシガシ踏むのにはなんかもったいない気がするな。なんか気持ちいい。あれかも、ちょっと外とか内側とかにかかとが不安定な感じが少し感じるかな、前よりも。いいなぁ。ジャックナイフとか合うのかな。意外といいかもしれない。おお、いやー、なんかちょっといろいろ試してみるの楽しみになってきましたね。ちょっと一応ご報告っていうことでね、あの今後こちらの靴揺らすだけで音が出るっていう風なルース加工をね、動画にしたりとかしてみようと思うので、ぜひお楽しみにということで、ちょっと開封動画チックな感じになりましたけれども、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。